あんたがロドリゲスだな。革命家なんだって。あんたがハビーか。違う、説明してる時間はない。ハビーから必要な備品をあんたが持ってきてくれると聞いてる。そうか。ハビーの私物はブラックハンドに押収された。滝のそばだ。備品を取り返してハビーに届けてくれないか。何か吹っ飛ばすか。敵が攻撃を中断。さらなる接触に備えろ。セニョール・ロドリゲス、ハビー・ウェルタだ。直接会えなくてすまない。ちゃんとした話なんだろうな。ああ、それは約束するよ。
回体制を解除。場所だな、ハビー。水道だよ。少なくとも6世紀は前のものだが、ずっとブラックハンドに封鎖されていたんだ。ん？きっと私が真実を明らかにする。飛行機の中に地図がある。座標はそれを見てくれ。すごい場所だな、ハビー。水道だよ。少なくとも6世紀は前のものだが、ずっとブラックハンドに封鎖されていたんだ。ん？きっと私が真実を明らかにする。飛行機の中に地図がある。座標はそれを見てくれ。地図を手に入れた。どこに行けばいい？まずは今のところからだ。あの水道が封鎖されているのには理由があるんだ。もう何年も証拠を集めてきた。ソリスの先住民は高度な文明を持っていたんだ。エスピノーサ一族は彼らの作り話を守るため私を投獄した。妻にも愛想を尽かされ、私の評判は地に落ちたよ。あんたの友人は信用していたようだが。刑務所でできた仲間だよ。彼らはエスピノーサに疑いを持ち、私の発掘に協力してくれているんだ。俺は何をすればいい？私はオトロンゴの墓への入り口を見つけた。エスピノーサがやってくる以前のソリス最後の支配者だよ。歴史書によればオトロンゴは殺戮の罪で死刑になった。しかし私の予想では真実はもっと複雑で、もっと危険だ。危険？もしエスピノーサの主張が真実でないとすれば、他にも改ざんされた部分があるはずだ。これはエスピノーサにとって脅威となる。歴史、犯罪歴、それから選挙結果。真実は金持ちの都合次第ってことだ。金さえばらまけばこの通り、嘘も法律になる。牢屋の中で妄想をこじらせたか？君には分からんよ、セニョール。セノーテの入り口にいるから立ち寄ってくれ。どこだって？セノーテ、洞窟だよ。山の頂上にある。